はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、4月20日月曜日、続いて、新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、トルコリラ園から始めまして、メキシコペソ園、南アフリカランド園の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、まずは全体の相場感から振り返っていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。 まずはね今日は週初めの月曜日ということで東京マーケットから見ていきましょう東京マーケット日経平均は下げております前日比マイナス228円 終わり値でででで円ととととといいいいうううここの下げという形で1週間がね始ままったというところでございます、まあ、金曜日にね、す、え、で、ー、に日経平均は大きく上げておりましたので、まあ、その調整の一環ということでね、日経平均は下げたというところと、あと、原油市場がですね、えー、まあこちらチャートといいますか、この数字の方はね、現月が5月から6月にね変わっておりますので、少しね、数字の方は変わっておりますが、 こちら5月の減月に関しましては、1バレルね金曜日は18ドル台で終わっていたのが、なんと13ドルまで下げるというようなね、まあ、大暴落といってもねいいぐらいの原油の下げがあったというところでねリスクオフの方が強まっているというところでございます。現在もねどんどん安値を更新していっているというところでね原油の落ちはねとどまることを知らないというようなところでございます。 そして、時間も移りましてね、ヨーロッパマーケットに入っておりますが、こちらの方はね、当初はプラスからスタートしたもののですね、マイナス圏にほぼほぼ沈んでいるということでね、株式相場やこの商品市標ですね、そういったところはリスクオフの動きが強まっているというところと、ダウ平均の CFD に関しましても、今はマイナス460ドルということでね、株式相場、完全にリスクオフの方に傾き始めているというところでございます。 まあこういったところはね、えー、週末の動画でも日経平均やニューヨークダウンの、ねえー、見通しはお話してますので、またそちらの動画をご覧いただければと思いますが、えー、今回のね、えー、新興国通貨、こちらをね順番に見ていきましょう。えー、こちらのチャートに戻りますね。えー、トルコリラインのまずは15分足でございます。えー、週末の動画解説に関しましては、この15円50銭を明確に割り込みますと、 やはり史、ね、上最安値を、えー、突っ走って、ね、下方向に、えー、どんどん攻めていきますよというお話をさせていただきました。 今日の、ね、オープンのところは大きく、ね、大きくと言いますか少しばかり反発してスタートするというところで、ねまあ、日経平均が下げる中で為替の方は、ね、若干円安方向に進むという、ね、少し相関のない状況になっているような形でございますが少し、ね、吹き上げただけでございまして結局トレンドの方はまだまだ横ばいというのは、ね、60分足を見ていただいても分かるかなというところでございます。なんんととか、ね、こののの円50銭いいうサポートの期間が長長ければ長いほど割り込んだ時の インパクトは強いという形でございますので今後ねニューヨークマーケットの初動でねもしかしたら下の方に攻めてくるかもというところはね警戒しておいた方がよろしいかと思いますそして今ね少しお話しましたが60分足でございますこちらが1週間の時間軸でございますが先週の前半戦に関しましては大きくね下落トレンドということで16円の鉄壁のねサポートを割り込んでしまってからは移動平均線が右下下がりその移動平均 線付近でねレジスタンスをことごとく食らっておりまして、まあ、15円50銭ぐらいまで下がってきてしまったというところでございますが、なんとかね金曜日ぐらいから横ばい、まあ今日にかけてですね横ばいというところでございますが、反発がね非常に弱いというところからですねまあどれだけサポートが入っても、一気にね、えー、まあ売り込みがね入ってしまいますと、一気に投げ売りが進んでいくというところでね、ね15円50銭を割り込んだところの、ね、下に行くね加速度というのはねこれから注目していきたいというところで でございます、まあ、ここまでね、えー、上に行ってもね跳ね返されているという状況であれば、やっぱり1回はね下の方に行くかなというところ、15円50銭を割り込んでくるかなと思いますので、ロングは、えー、取ってはいけないというところは引き続き続くところでございます。4時間足見ておきましょう。 はい、えー、こちらもね、とうとう移動平均線がかぶせてきたというところでね、えー、今までもことごとくですね、えー、移動平均線が右下下がり、そして、えー、こちらね、先ほどお話しました16円のサポートがある程度長い期間ね、えー、機能していまして、一旦フェイクでね、上方向に跳ねたんですが、すぐ戻ってきて移動平均線を割り込んでしまったらですね、上に行かなければ下に行くというところでね、16円を割り込んだら一気にね、15円50銭まで下がってきたというところでございます。えー、そしてね、なんとか15円 50選でね先ほどもお話しした通り、り、なんとかなんとかですね、えー、サポートが入っているものの移動平均線がねとうとうこの平均足のチャートとね、えー、重なってしまいましたので、えー、こちらに頭を押さえつけられるというところであれば、下方向にね一気に走る可能性が強いというところは前回のね16円割れも。えー この部分ですね、見ても分かるところかなと思いますので、少し下方向に、えー、意識を傾けていただければというところでございます。えー、トルコリラはね、やはりスワップ金利を目的に、えー、ロングで入りたいという方が非常に多いとは思いますが、まだまだテクニカル的にはセリングクライマックス、いわゆるね、えー、大きな下げのオーバーシュートが見られていないというところから考えますと、ロングはまだまだ取れないかなというところでございますので、大きなね、下ヒゲが出て反発するまではですね、えー、ロングは手出し無用というところをね、引き続き 注意していただければというところでございます。はい、以上でトルコリラ円の解説を終わります。続いてメキシコペソ円見ていきましょう。 メキシコペソ円の方は週末のね解説から振り返っていきますとしばらくねこの4.4円の鉄壁のサポートと最近もねこれも鉄壁になってきました4.6円のレジスタンス少しばかりねレンジは高いんですがこの間をね推移するんじゃないかむしろねメキシコペソやメキシコペソに限らずですねその他の南アフリカランドやトルコリダといった新興国通貨には資金が入らないというところを考えますと下方向に行く じゃなないいいいかとううよおうお話をさせててただいております、まあ、そんな中でね、えー、今日のオープンに関しましては、やはり原油の下落がね、響いておりまして、まあ、大きくね、えー、ギャップダウンから始まりまして、じり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 とね、4.45に近づくような形で、えー、値を下げてきたというところでございます。しかしながらね、ここに来まして、ある程度反発が入っているというところでございますが、これもね、60分足でご覧いただきますと、えー、わずかな戻しというところでございますので、まあ、トレンド転換するには至らないという状況 でございます、まあ、こういったところでね、えー、まずは4.5円、まあえー、レンジ相場の、ね、真ん中のところまでの戻しはあるかもしれませんが、まあ、4.5円付近でね、やはり上値が重くなりそうであれば、ですね下方向に攻めていくかなというところでございます。60分足ご覧いただきますと、えー、こちらもね移動平均線のまず傾きと、えー、その傾きに対して、どちら側にね平均足のチャートがあるかというのを見ていただければと思います。 基本的にはね右下下がりの移動平均線のタイミングではこのような形でね平均足のチャートが移動平均線の下側に位置するそして右肩上がりになればですねその上側に出てくるというところでございますが今ね、ね移動平均線は右下下がりになるもののです、ね、若干反発して移動平均線を上回ってきたというところでございます。 これが一気に、ね、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまで吹き上げることができればですね、短期的には、えー、トレンド転換が見えるというところでございますが結果的に60分足ベースで移動平均線付近まで押、ね、さえつけられてこの要線が陰線に切り替わるというところがあればやはり4.4円を目指してしまうかなというところでございます、まあ、こういった形でね、原油相場、えー、非常に難聴な中でメキ,シコペソ、えー、メキシコというのは、ねえー、大きな産油国というところでございますので、まあ、原油、えー、価格の影響も、ねえー、少し少、えー 少しどこじゃないですが、受けるというところを考えますと、吹き上げたところではねやはりロングは取るのではなくて、比較的はショート目線というところでよろしいかと思います。ただね、ねこのタイミングでショートを組むというところよりも、ですねやはりトレンド転換を見てから、しっかりと平均足ベースで、このオレンジ色の要線から陰線に切り替わるといったね、ね、まあ、こういったようなタイミングですね。で、しっかりとショートを組んでいくという形ですので、まだ要線が出ている間でねショートを組んでしまいますと、 上がる可能性ももちろんね、4.6円ぐらいまでは否定できないというところがありますので、そのあたりは注意をして、えー、ショートを取る、トレンド転換を確認してから、えー、ショートを取るというところでよろしいかと思います。4時間足見ておきましょう はい、えー、4時間足で見ていただきますと、これもね、週末の動画でも解説させていただいたんですが、4.4円から4.6円の間が比較的手堅いレンジかなというところでございます。約1ヶ月の時間軸でございますが、まあ、もちろんね、4.4円を割れたりですね、4.6円を上回るところもありますが、基本的にね、4.4円というのは、ここ1ヶ月間で1回、2回、3回、4回、5回ほどね、サポートが入っているというところと、4.6円に関しましても、1回、2回、3回、4回ですね。えーこういった 形でえー、まあ、サポート。 レジスタンスが効いているというところから含めますと、やはりね、まずはこのレンジ相場をどっちに抜けるかというところが焦点になろうかと思います。基本的には先ほどお話した通り、トルコや南アフリカランドも弱いと、新興国の方に今、ね、資金が流れないというところでね、まあ、先進国、自分の国々でいっぱいいっぱいですので、あえて新興国に資金が回るということはね、なかなかないかなと思いますので、まあ、そういった意味ではやはりね、ショート目線で攻めていく。しかしながら、先ほどお話した通り、60分 足ベースでね要線のうちですと踏み上げられる可能性もありますのでその辺りは要線から陰線になったタイミングでショートということでね、えー、しっかりと引き付けてのショートを推奨したいと思いますので参考にしてください。はいえー、以上でメキシコペソ円を終わりまして最後に南アフリカランド円を見ていきましょう。 はいえー、ランドエンの方も週末の動画ではですね、えー、少しネガティブな発言をさせていただいたというところでございます。 今現在はね、えー、まあ60分足から説明していきますと5.7円付近で比較的、ね、1回、2回、3回、4回とサポートが入っているという状況ですので、まあ、手堅いサポートがある中でですね、えー、この逆に5.7円の堅いサポートを割り込んでしまったら史上最安値の5.6円に近づきますよというお話をさせていただいております、まあ、そんな中でね、えー、今日はほぼほぼ横ばいというところで今はね若干少し戻している状況でございますね。 今日の、えー、7時、えー、朝のオープンでございますが、まあ、少しばかりギャップダウンにしまして、5.7円を割り込む場面があったというところでございます。えー、日経平均は、ね、下げる中でも、えー 一旦はね一進一退という形で5.7円のサポートを受けながら一旦は5.75付近まで上がるもののですね再度、ヨーロッパ時間入ったところではですね5.7円付近まで戻すというところであったんですがここにきましてねヨーロッパマーケットの中盤で5.75付近まで戻してきているということでねちょっと今日は方向感がないような動きが出ているというところでございます。 まあ、それとともにね、えー、ボリンジャーバンドの上限と下限もね、かなり狭まってきておりますので、えー、そろそろね、えー、どちらの方向か、えー、上方向か、下方向かは分かりませんが、えー、抜ける可能性が強いというところでございます。えー、最初の話に戻りますが、えー、5.7円を割り込んだ時にはね、えー、一気に下方向に進む可能性が強いというところですので、もしショートを組むというところであれば、この要線が出ている時ではなくて、要線から陰線にね、まあ、最低でもこの5.8円よりか下側で、えー、要線から陰線 になったところでショートを組むという形がよろしいかと思いますそして5.7円を割り込んだ場合にはですね四時間足をご覧ください はい、えー、こちらがね、えー、なんとか今、サポートが入っている5.7円を割り込んでしまった場合はですね、えー、前回の安値、そして史上最安値であります5.6円が見えてくるというところでございます。えー、ちょうどね、えー、今5.7円でサポートを受けていたんですが、えー、とうとうね、えー、4時間足ベースの移動平均線がこの平均足のチャートとぶつかるというところでございますので、えー、こちらでね、えー、レジスタンスを食らってしまった場合は、5.7円を割り込んで、要線からいい線になり、えー、最安値を目指していくというところでございます。 基本的にはね、このえー、個人的には5.6円を目指すと思っておりますが、まあ、それはね、今回のタイミングからもう少し後になるかは分かりませんが、下方向に行く覚悟は一旦はねはしておいた方がよろしいかもしれません。 ただね、先ほど、ショートのタイミングとなればです、ね、それは別物になりますので、60分足ベースに戻っていきますが、5.8円よりか、下側でね、要戦から陰線になるようなね、まあ、こういったようなタイミングでね、しっかりと引きつけてからのショートというところでよろしいかと思います。要線の段階でショートを取ってしまいますと、そのままね、踏み上げられてしまうという可能性もありますし、もちろん相場には絶対はございませんので、5.6から5.8と言いつつもですね、5.8円を上抜けするか 可能性もあるというところがありますのでまあ、そういったところはね、えー、しっかりと注意をしながらですね早とちりしたショートはやめていただきたいというところでございます、えー、しっかりと5.8円よりか下側でね陽線から陰線に平均足のチャートが切り替わったらショートという形をね覚えていただければと思います はい、えー、ということで、新興国通貨3ペア 3, 3兄弟の解説を以上といたします。えー、今回の動画がね少しでも参考になったという方はね、ね、えー、いいねボタンや、えー、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローもしていただければと思います。えー、あと、えー、LINE の配信の方でですね、えー、先進国通貨の、えー、推奨トレードというのも発表しておりますし、えー、少しね今企画を練っておりまして、えー、天岐フの、ね、5000円分の、えー、プレゼントをする企画も、えー、やりますので、よろしければね、えー、LINE のチャンネル登録、えー、すみません、LINE の友達追加です。 こちらの方もよろしくお願いいたします。はいえー、今回は以上でございます。えー、今週ね、えー、始まったばかりですが、今週も1週間お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。